こんにちは、カオルンです。本日はギターコード徹底解説動画やっていくんですけれども、今回やっていく曲は石崎ひゅーいさん、そして須田まさきさんのお二人がね、歌われている愛も変わらずやっていきたいと思います。イエイ！今までね、お二人で歌われてきた曲いっぱいあるんですけれども、今回はですね、石崎ひゅーいさんが10周年というところで、今後も、そしてこれから先も須田まさきさんと一緒にね、いっぱい歌を歌っていきたいんですと願いを込めた曲になります。いや、素敵ですね。そして今回のギター動画も初心者の方がちょっとね、つまずきやすいところ、疑問に思いやすいところなんかをね、徹底的に解説していきたいと思います。それではね、まずはイントロのフルの動画から見ていってください。どうぞ。はい、それではまずはイントロの解説やっていきたいと思います。まずね、コード進行ですね。出てくるコード進行自体はね、全体的にそんな難しくはないと思うんですが、唯一ね、気をつけるものとしましては F シャープになりますね。この F シャープね、人差し指を全体的にね、押さえるね、制覇コードって呼ばれてるものなんですが、まずね、これを押さえるときは人差し指からね、押さえて、その後に他の指を押さえるようにしましょう。ギターってね、上から下に下ろすのが基本になるので、この上から下に下ろした時にまず弾く弦っていうのが一番上にある6弦になります。このね、6弦を押さえてるのが人差し指になりますので、まずはね、人差し指を押さえて、その後ね、他の指を押さえるように頑張ってみてください。次にストロークですね。これがね、ちょっとイントロだとタイミングがね、取りづらい部分になってます。弾くこと自体はね、上から下に下ろすだけが基本になるので、とってもね、簡単なんですけど、この上から下に下ろす時のタイミングっていうのがね、ちょっとね、取りづらい感じになってます。例としてね、最初の D と A のところで説明するんですけれども、D はね、上から下にね、まず始めなんで、下ろすだけなんで簡単になってます。で、その後ね、A がね、切り替えるタイミングがちょっと難しくて、普通はね、1、2、3、4とね、頭の中で数えながら、1、2のところはね、D で弾いて、3、4になったらね、A を弾くっていう感じになります。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4なんですけれども、今回のね、D と A の切り替わりは、まずはね、1、2って数えたその2の後の次の A の1に入る間のさらにね、細かいところで、この2とね、1の間でね、切り替えるようになってます。これね、もうちょっと詳しく言うと、D のところで1、2じゃなくてね、めっちゃ早く1、2、3、4ってね、数えることができるんですよ。このね、4の時に切り替える感じになってます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、こんな感じで切り替えるようになってます。実際に音源を聞きながらね、一緒に弾いてもらって、めっちゃね、1、2、3、4ってね、早く数えれば、今のね、4のところで A に切り替えるっていうのがね、わかるかと思うんですが、まあね、それだと結構ね、頭フル回転に使ってしまって難しいと思うので、基本はね、音源を流しながら聞いて、あ、こういう感じでちょっとね、A を切り替わるのがね、早いんだっていうのを体で覚えてもらうのが一番かなと思います。でね、最後の方に出てくる G から A にね、切り替わるところ。ここはね、G を長めに弾くので、1、2、3、4、5、6、7、8とね、2倍数えて、8になった時にね、A に切り替えるといった感じになってます。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6、7、8。普通はね、8までね、G で弾いて、またね、1に戻った時に A で弾くっていうのがね、基本なんですけれども、今回はね、曲のこう強弱というか、他にはないようなね、リズムを作ることによってね、曲のね、個性を表しているというところになりますので、ぜひね、やってみてください。でね、最後の A コードになった後、ここはね、もうね、ゆっくり刻んでもらって、普通にゆっくり1、2、3、4とね、数えてもらえばいいんですけれども、このね、A コードもちょっと長めに弾くので、こうね、弾いた後にね、数える感じをね、間違えないようにしてね、その後の A メロに入ってください。ゆっくり数えながら、1、2、3、4、1、2、3、4、1、きっと君となら、って入ります。
まあね、ここも最後のね、1だけなぜか多いっていうね、ちょっと不思議な感じになってます。それでは次に A メロのフル見ていきましょう。はい、A メロ見ていきましょう。 A メロはですね、イントロと違ってね、リズムも刻みやすい感じになってますが、まずはね、コード進行の方、コードはね、そんなに難しくないと思います。正波コードもね、出てこないので、まあ一個一個見ながらやってもらえればいいかと思います。同じのがね、2回繰り返されてるといった感じになるので、前半の方をね、コード進行できれば後半も同じになってます。でね、ストロークですね。ここがね、2種類出てきます。これもね、そんなに難しくはないんですが、2種類出てくるので、長めのやつが1個と短めのやつが1個になってます。まず長めの方は最初に出てくる D コードをね、例に説明していきます。ゆっくり弾いていきますと、鳴らす、すかす、すかす、すかす、鳴らす、すかす、鳴らす、すかす、すかす、すかす、鳴らす、すかす、鳴らす、すかす、鳴らす、すかすになります。そしてもう一個の短い方ですね。こちらがね、ちょっと最初の方のね、前半の後ろの方に出てくる、気がしていたんだの後の D サス4、そしてね、D がね、例になってますので、ここを見ていきます。ゆっくりやっていきますと、鳴らす、すか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 す、鳴らす、鳴らすになります。このね、2種類のストロークはね、この後の B メロサビでもね、いっぱい出てくるので、ここで習得してもらって、後半ね、スラスラスラとね、できるようになります。やってみてください。さあ、続いて B メロ見ていきましょう。はい、 B メロのコード解説やっていきたいと思います。まあね、コード進行はそんなに難しくはないと思うんですが、唯一ね、気をつけるところは F シャープ、その後のね、 B マイナーになります。ここね、正波コードがね、2回連続で出てくるんですけれども、なるべくね、人差し指をね、離さずにね、切り替えるようにしてみてください。 F シャープをね、弾いた後にこのね、人差し指を離さずに B マイナー、 F シャープ離さずに B マイナーっていう感じでやると、わざわざね、音をね、ブツッとね、切らずに済むといった感じで、こうね、聞いてる人がね、ああ気持ちいいなと思えるような感じになってます。続いてね、ストロークなんですけれども、ここはですね、さっきのね、 A メロで出てきたものとほぼほぼ一緒になります。一つ目の長めのストロークはね、ここは最後のスカス部分がね、アップストロークに変わっているといっただけになります。最初の G コードを例に弾いてみると、こんな感じで最後だけね、アップストロークに変わっています。もう一つのね、短い方のストロークは A メロと全くね、一緒になるので、簡単にできると思います。やってみてください。さあ、そして、大物のサビを見ていきましょう。どうぞ。
サビのね、解説をやっていきたいと思いますなんですけれども、サビがですね、実はね、そんなに難しくなくて、コード進行もね、今まで出てきたコードとか順番になりますし、ストロークもですね、B メロで出てきたね、長いやつと短いやつになるので、全く同じになるので、難しくないのでやってみてください。ということで、サクッとね、サビが終わってしまうんですが、続いてね、サビまで来たので、最後ね、ちょっとしたね、ポイントをですね、皆さんにお伝えしたいと思います。二つお伝えしたいポイントがあるんですけれども、一つ目がまずね、二番目の入った時の最初の A メロになります。ここはですね、ストロークはまあ一番のね、A メロと全く同じなんですが、弾くときにね、なるべく静かにね、弾いてみるようにしましょう。こうね、原曲を聴いてるとね、なんかね、静かな感じでね、伴奏が弾かれているので、まあここをね、合わせることによって、よりね、忠実に再現することができます。最初の D コードを例にやってみたいと思います。気持ちね、柔らかく弾いてみるようにしてみてください。そして二つ目のポイントといたしましてはね、最後の方に行ってエンディングになります。最後のね、エンディングの本当のね、最後に出てくる G、そしてね、D on F シャープ、そして E マイナー、最後の D になります。ここのね、ストロークがね、ちょっとね、タイミングがね、取りづらいんですよね。イントロと同じになります。でですね、ビートを刻むときは、なるべくね、このイントロで出てきたね、この細かいね、部分とね、全く同じようにね、ビートを刻んでみてください。1、2、3、1、2、3、1、2、3、4、1。こんな感じになります。G コードで1、2、3を刻んで、D on F シャープでも1、2、3を刻んで、最後ね、E マイナーのところで1、2、3、4をね、刻んだ後に D に行くようになってます。それではまとめに行っていきましょう。はい、ということで今回は石崎ひゅーいさん、そして須田まさきさんのお二人が歌われている愛も変わらずのギターコード徹底解説動画やっていきました。皆さんいかがだったでしょうか。コード進行はですね、正破コード、人差し指を思いっきりね使うコードですね。こちらがねいっぱい出てきました。まあね、いっぱい出てきたんですけれども、その中の一つがねできるようになれば他のもね簡単に習得できますので、皆さんねゆっくりでいいのでぜひやってみてください。ストロークはですね、最初のイントロとそして終わりのエンディング、ここでねちょっとリズムが取りにくいところ出てきたと思います。ただね、ここもですね、原曲の音楽を聴きながらねタイミング取っていけばね簡単にできると思いますし、だんだんねできるようになってくれば実際に頭の中でビートを刻みながらできると思いますので、ぜひ習得してみてください。はい、ということで今回もカオルの動画ご視聴いただき本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひねチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人をね目指してコツコツ頑張っております。応援お願いいたします。それではまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。